編成が違うだけでここまで機能不全に陥るといくら模擬戦とはいえこれはまずいな。俺たちのグーはまるで連携が取れていない。バラバラ参ったぞ。押されておるのか。父上が心配なのじゃ。彼女は光秀殿の娘、父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。光秀殿のもとに向かってもらえますか。ご案内します。お了解なのじゃ。道中の敵はわらわに任せよ。ここで華麗に忍びが登場。合流なんてさせませんぜ。こういうのもありだな。黙って行かせてはくれぬか。父上のため押し通るのじゃ。将兵とは勝手が違うわ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきだろうな。父上の危機なのじゃ。わらわが助けに行くぞ。父上やっと会えたのじゃ。増援とはあなたでしたか。娘とならうまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫だ。さあ次は反運長援軍として参った。随分劣勢のようだな。ハーン殿が来てくれたか。うまくやれば花崗殿殿を焚きつけられるかもしれない。ハーン殿、花崗殿殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。うん、承知した。敵将撃ち取ったぞ。負けた。こうも思い通りにならんとは。少し仕置きが必要か。本星軍の面々は手間取ってるようじゃねえ。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。軍神関羽殿か。仲間と合流されては厄介だ。こういう木村がお相手いた。はい、敵将撃ち取ったぞ。よかろう。お主の槍、拙者の刃で打ち砕かん。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。受け取ってくれよな。勝敗は陛下の常。またお相手願おう。花崗殿、助立ちに参った。押されていると聞いたが。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の手など借りぬ。そこで見ていろ。花崗殿殿の目の色が変わった。きっとこれでなんとかなるだろう。おいおい、すっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いか。最後は芝生殿か。果樹殿のもとへ案内するのがいいだろう。芝生殿、果樹殿の部隊に助勢してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。カジーなら一緒にいても気が楽だ。敵の増援かよ。親方様のためにも通すわけにはいかない。ま、そうなるよ。めんどくせえけどやるしかないか。やあ、カジ、援軍に来てやったぜ。四条、俺を笑いに来たのか。まあ
来たからには手を貸す。二人は噴慶の友、息ぴったりにうまく動いてくれるだろう。信玄公、遅くなり申し訳ない。ここからは我ら徳川軍が助勢いたそう。わしらも行くとするかね。順番はここからじゃよ。急い、ひるまず敵の援軍を迎え撃ちなさい。敵の包囲は俺が蹴散らす。総員、中央を守る気。今さら敵の増援と。体勢は塔に立て直した。迎撃しろ。勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。真田の忍びとしてここは負けられない。ドローン。光秀殿、模擬戦とはいえ一切手は抜かぬ。さあ我に挑め。お互い娘が見ている前での戦いです。私も譲るわけにはいきません。娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないですね。私が前に出ます。今日の父上はいつも以上に気合が入っておる。かっこいいのじゃ。はいはいはい。姑息な手を使いよるわ。影の遠兵剣山。先に出してやろう。この加工現状を抜かせると思うな。さすがは加工と見事な覇気。重みを持って敵取りでとならん。そのまま敵を引きつけろ。各部隊、孤立せぬよう注意するんだな。果汁に任せとけば心配いらねえね。俺は適当にやるから。いつだろう。決着をつけるぞ。加工トンばかりに任せてはおけぬ。拙者も参らねば。ここまで勢いがあるとは。旧道軍とはいえ侮れんな。任務を完遂できないなんてダメすぎる。皆様に手出しはさせません。受け取ってくれよな。この状態のナオトラが相手なんてな、まるで手が抜けねえぜ。本来平八、止められまいぞ。この地を逃すわけにはいきません。諸葛です。液晶撃ち取ったぜ。ここを抜ければ敵本陣は目前。いな、防戦します。なんか面倒くさそうなのが来た。とっとと片付けるに限る。戦は知略でするもの。お前知るがよい。とりあえず言っとくか。支えてみせ。んだ
田平八郎を戦つ、押して参る。打ち取ったぜ。よっ、おいよ、せれ、はっ、おいよ、はいはいはい、か。援軍を誘導したのはお前か。おかげでうまく回っている。 いえ、俺は少し手伝いをしただけだ。皆が実力を出し切れてよかった。学べたな。俺は相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。ジョジョは謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。